2年連続で 1.4 大使に就任しました倉持飛鳥です。2015年 1.4 大会は私の注目カード中村選手対井口選手だったんですけども、もう中村選手の入場からやばかったですね。めちゃくちゃかっこよくて、そして試合が始まってから一瞬一瞬見逃せない男の戦いがあって、なんか会話とかではなく、あの空間を戦っている2人の男っていうのがめちゃくちゃかっこよくてしびれました。そして今回の 1.4 大会はなんといっても注目カードメインの棚橋選手対岡田選手。これは、前回のメインカードで、同じカードではありますけども、一体今回はどんな試合を見せてくれるのか、どんな技をしてどんな時間を私たちに与えてくれるのか、そのカードはもちろん注目で楽しみにしているんですが、やはり私が大ファンであります中村選手対 AJ スタイル選手、このカードは見た瞬間にやばいなっていうのは感じました。もう絶対見たい試合で、私の中でのかなり注目カードになっております。中村選手、前回大会も素晴らしい試合を見せてくださったので、今回どんな試合を見せてたぎってくれるのか、そして私は本当に今まで外国人選手にあまりこうスポットライトを当てて見ていなかったんですが、今年 AJ 選手めちゃくちゃ熱いなと思いまして、入場からかなり期待しております。なので今回中村選手対 AJ 選手、かなり熱い戦いになると思います。ということで今回の 1.4 東京ドーム大会も楽しみにしています。皆さん一緒に1月4日はプロレス行こうぜ。